今日はこのように多くのファンの皆様に球場に足を運んでいただき本当にありがとうございました。2000年に1軍とは異なるチーム名、そしてユニフォームでスタートした湘南シーレックス、1軍で活躍するという夢を叶えた選手もいれば、このユニフォームでグラウンドを去らなければならない選手もいました。しかしそのみんなに共通したものは、ベイスターズの選手でありながらシーレックスのユニフォームを着ている悔しさと、絶対にベイスターズのユニフォームに袖を通し1軍の戦力になる、ベイスターズの勝利に貢献するという強い気持ちだったと思います。その思いを胸に抱きつつ、このユニフォームを真っ黒にしながら練習をし、試合に出場したことが今思い出として残っています。この秋から湘南シーレックスは横浜ベイスターズファームチームとして再出発しますが、皆さん今までと変わらない応援よろしくお願いします。2010年9月19日湘南シーレックスキャプテン黒羽俊樹、終了いたしました。11年間にわたりCXに対しまして温かいご声援を賜り、心より感謝申し上げます。これまで湘南CXとして培ってきたチャレンジングスピリットを失うことなく、来シーズンより横浜ベイスターズファームチームとして戦ってまいります。今後とも横浜ベイスターズをどうぞよろしくお願い申し上げます。